G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会合がまもなく新潟で始まりますウクライナに侵攻するロシアへの制裁やアメリカの銀行破綻による金融不安などについて協議する予定です会場となった新潟市のトキメッセでは議長を務める鈴木財務大臣と日銀の上田総裁が各国の代表を出迎えました初日の会議ではウクライナ情勢が主な議題となる予定で ロシアに対する経済制裁を回避しようとする動きに、G7 がどう対応するかなどが話し合われる見通しです。会議に先立ち、会見したアメリカのイエレン財務長官は、開発途上国がロシアから原油を買わないように支援していくと述べ、制裁,開始の制裁回避の動きに厳しい態度で臨む考えを示しました。